こんにちは、動画ファンの成田です。今回は YouTube で収益化するための、 YouTube でお金を稼ぐための必要な設定、 YouTube と Google AdSense の紐付けについてご案内をいたします。YouTube でただ収益化というふうに動画を、チェック入れたとしても実はお金にはなりません。Google AdSense という、別のサービスに登録をして、でその Google AdSense と YouTube を、関連付ける、紐付けすることによって、YouTube の収益が実際入るようになってきますので、今回はその YouTube と AdSense の紐付けについてお話をしていきたいと思います。それではですね、今回こちらの私の新しいチャンネルなんですけれども、こちらを、Google AdSense に紐付けをしていきたいと思います。まず自分のチャンネルトップページでも結構です、開いてください。トップページはこういう、これはチャンネルのトップページになりますので、自分で YouTube トップページ開くとこんな風に動画が表示されるかと思うんですけれども、ここで右上の自分のプロフィール写真のところですね、ここをクリックします。そうするとこのような表示が出てきますので、ここの歯車のマークですね、 YouTube の設定と書いてあるこちら、ここをクリックしてください。そうするとアカウント設定という画面が開きまして、概要という表示が出てきます。この中の下の方にその他の機能を見ると書いてある、ここをクリックします。そうするとこのような画面が開きます。で、今みたいな開き方でも OK なんですが、実はこのプロフィール写真をクリックしていただいて、このクリエイターツール、こちらをクリックしていただきますと、ダッシュボードが開きます。で、このダッシュボードから左側のメニューの中から、チャンネルをクリックしていただきますと、このような先ほどと同じステータスと機能という画面が開きますので、どちらからでも大丈夫です。こちらのページを開いてください。で、この中に、収益受け取りという項目があります。で、ここの丸印がまず緑になっていないとダメなんですけれども、おそらくよっぽど変な動画を投稿したりしてなければ、ここが緑色じゃないということはないと思います。緑色になっていれば OK です。で、この横に収益受け取りの設定を表示と書いてあります。ブルーになっているんですけれども、ここがリンクになっているので、ここをクリックします。そうするとこのような画面が開きます。で、実は先ほどのこのステータスと機能、ここから開いたんですが、このチャンネルという、このメニューの中のチャンネルのステータスと機能、今開いているページの下、収益受け取り、ここをクリックしていただいても同じページが開きます。どちらからでも OK です。で、この中に、支払いを受けるにはと書いてあるところがあります。で、実はここリンクになってます。ここをクリックしてみてください。そうするとこのような説明が出てまいります。で、この説明のところにこのブルーの文字でリンクがあります。 AdSense アカウントを関連付けると書いてありますので、ここをクリックしてください。はい、そうするとこのような画面が出てまいります。こちらは、下に次へという表示ボタンがありますので、ここをクリックして次へ進みます。そうするとこのような画面が出てくるかと思うんですが、今表示されているような画面でしたらばログインをクリックしてください。で、こういった画面じゃない場合、このような表示が出てきた場合、下がはいと新しいアカウントを作成するか別のアカウントを使用しますという、こういった表示になっている場合、お客様は現在ここにメールアドレスが記載されていて、そのメールアドレスとしてログインをしていますというふうに書かれています。で、基本的に Google AdSense の、アカウントというのは一人一つしか持てませんので、で YouTube のアカウントっていうのは複数持てたりしますので、このアカウント、今ここに表示されているアカウントと Google AdSense のアカウントが違うという場合が多いかと
思います。その時は、これははいをクリックしないで、こちらの新しいアカウントを作成するか別のアカウントを使用します、こちらをクリックしてください。もしも Google AdSense のアカウントも同じ、 YouTube のアカウントも同じ、一つずつしか持ってません、同じものしか使用していませんという場合は、ここはいのまんまで OK です。Google AdSense と YouTube とアカウント別々違うものを使用しているんだけれども Google AdSense で、紐付けしたいという場合はここの表示されているメールアドレスを確認していただいて、AdSense のアカウントでログインをし直す必要があるということになります。では、今ここに表示されているメールアドレス、AdSense アカウントと違うものになりますので、こちらの新しいアカウントを作成するか別のアカウントを使用します、こちらをクリックしてください。はい、そうするとログイン画面が出てまいりますので、ログインをクリックしてここで実際に、AdSense アカウントでログインをし直してください。でこういった表示がもし出てきてしまって、AdSense アカウントじゃないものが表示されている場合は、ログアウトして別のユーザーとしてログイン、ここに書いてありますね、こちらをクリックして、AdSense のアカウント、正しいアカウントでログインをし直してください。では、Google AdSense のアカウントでログインをします。はい、そうすると AdSense へようこそという画面が出てまいります。でこの時に右上にメールアドレスが表示されております。でこのメールアドレスが、Google AdSense を登録しているアカウントのメールアドレスで間違いがないか確認をしてみてください。間違いがなければ、ここコンテンツの言語英語になっているかと思いますので、日本語に直しましょう。日本語に直してそしてこちらの関連付けを承認というこのブルーのボタンですね、こちらをクリックします。はい、そうすると関連付けが完了しましたという表示が出てきます。で実際には今これ、別のアカウントでログインされていますので先ほどの新しく、紐付けするチャンネル、先ほどのチャンネルですね、それでログインをし直してくださいと書いてありますので次へをクリックします。新しいチャンネルで、ログインをします。はい、そうするとこのように収益受取プログラムという先ほどと同じこの収益受取の画面が表示されております。でこの中で AdSense との関連付けと書いてあるこちらですね、ここに、AdSense アカウントが承認されましたという表示が出ております。これで、AdSense と YouTube の関連付け紐付けが完了しました。これで YouTube での収益化が実際にお金となって収益として受け取ることができるようになりました。で、あとはですね、動画ごとにもちろん収益受け取る設定をしておかないともちろん収益化にはなりません。この緑色のドルマークですね、こういうの収益化対象と動画がなっていないと、その動画何回再生されても収益化にはなりません。動画の中のこの収益受け取りですね、この収益受け取りにチェックが入ってオンになっていないと収益化はできません。ですね、これがチャンネル左側のこのメニューの中のチャンネルというところの、アップロード動画のデフォルト設定、こちらをクリックしていただいて、この収益受け取り広告による収益化、ここにチェックを入れておくと、投稿した動画すべてに収益受け取りのチェックオンになるように設定もできますので、よろしければ合わせてこちらも設定をしておくと便利だと思います。
YouTube に動画を投稿されていらっしゃる方、 YouTube で収益を上げたいという方、こちらの設定をしておかないとどんなに動画再生されても収益化にはなりませんので、忘れずに設定を行ってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。